この動画は東方プロジェクトの二次創作です。原作とは異なる設定や独自の解釈が含まれます。デフォルメされてはいますが、やや暴力的なシーンやホラーなシーン、アダルティーなシーンが含まれることがありますので、苦手な方はご注意を。医療、動物学、生物学に関する専門的な内容はストーリーに合わせて脚色しており、必ずしも事実とは一致しません。以上をご理解の上、ゆっくりしていってね。もう朝か？なんだまだ真っ黒じゅのいこ。ん？どうした小石？眠れないのか？それなら羊さんの数を数えるといいんだぜ。羊が一匹。羊が二匹。羊が三匹。なんだまだ起きてたのか。おいで小石、何かあったかいものでも飲ませてやろう。珍しいこともあるもんだ。夜中に起きてそのまま眠れなくなるなんて。昼寝もしすぎか？いや、特別昼寝が長かったわけでもないし。眠くなってきたか？ダメか。よしじゃあ小石が眠くなるまでマリサさんがとっておきの昔話をしてやるんだぜ。眠くなったらそのまま寝ていいからな。昔昔あるところに、おじいさんとおばあさんが暮らしておったそうな。誰がババアよ。おじいさんは山奥へ生き物の観察に、おばあさんは隙間から隙間へ渡り歩き見回りをしていました。山奥の生き物を観察していたおじいさんは、近くの川で休むことにしました。おじいさんが川で休んでいると、川上から大きな桃が、天ぷらこう天ぷらこうと流れてきました。おじいさんは桃を持ち帰り、おばあさんと二人で食べることにしました。おばあさんが桃を切ろうとすると、桃の中から、それはそれは可愛らしい、おまんじゅうのような女の子が飛び出してきました。二人はその子に、小石と名付けて、大切に育てました。小石はたくさん食べて、あっという間に大きくなりました。ちょうどその頃、山の外れでおみみこが賽銭を巻き上げているという目撃情報が多数寄せられていました。小石はおじいさんとおばあさんに告げました。世のため人のため、おみみこ退治の旅に出ます、と。おばあさんはきび団子をこしらえてやり、小石を旅へと送り出しました。道すがら、小石は考えました。
自分一人で鬼巫女を退治できるだろうか。そんなことを考えていると、一匹の犬が現れました。小石さん小石さん、きび団子を一つくださいな。旅のお供をいたしましょう。小石はきび団子をあげ、犬をお供にしました。しばらく行くと、今度は一匹の猿に出会います。小石さん小石さん、きび団子を一つくださいな。旅のお供をいたしましょう。小石はきび団子をあげ、猿をお供にしました。またしばらく行くと、今度は一匹のキジに出会います。小石さん小石さん、きび団子を一つくださいな。旅のお供をいたしましょう。小石はきび団子をあげ、キジをお供にしました。やがて一行は神社にたどり着きました。そこには鬼巫女が怖い顔をして待ち構えていました。お前たちごときまんじゅうにこの私が倒せるかな？小石たちは一斉に鬼巫女に飛びかかります。ああ、やめなさい、こんなにプニプニで可愛いまんじゅうに囲まれたら失脚したようで死んじゃうじゃないの。鬼巫女はあっけなく唐突してしまいました。以来鬼巫女が村人から賽銭を巻き上げることはなくなり、村には平和が戻りましたとさ。めでたしめでたし。てな話をしてるうちに小石は寝ついてくれたかなと思っていた時期が私にもあったんだぜ。ダメだ。帰ってはしゃいじゃってる。アレンジ版じゃなく本家桃太郎を聞かせてやるべきだったろうか。いつの間にか寝ちまってたか。そういえば小石は。お？そっか。あの後、悟りたちも目が覚めて、私と小石がベッドにいないって、心配して見に来てくれたんだろうなきっと。いつもならもう起こす時間だが、仲良く気持ちよさそうに寝てることだし、もう少し寝かせておいてやるか。